こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。サッカークラブ育成シミュレーションカルチョビットアを始めていきましょう。はい、現在6位ですね。今回は8位の武蔵野ホーネッツと、戦います。その武蔵野ホーネッツですが、昨年は3位なんですよね。お、結構疲れてるな。その川上がですね、オールラウンダーということで、S が3つありますね。この選手がやっぱり一番強いと思われます。ただ、ちょっと、そうですね、戦力が落ちてきてる感じはありますよね。今回第10節ということで、アウェイの戦いになります。そうですね、やっぱり負けが込んでるよねって思います。現在の成績です。6位ということで、貯金が1、勝ち点が14、得失点差が0となっております。ゴール数はくるみがトップですね。緑も5位につけております。クイッター、この2人以外でシュートと決めてる選手がいないんですよね。完全にこの2人頼りということで、くるみがまだ欠場中ということで、その辺の痛手はあります。おカルメンが筑波ダガマから移籍してるのか。クラーカリバーズが今年3人確保してますね。家内の、荒領事というか、補強をやっております。というわけで、試合やりましょう。スタメンですね。緑とユーナがいます。エリカを入れ替えます。サツキを7個の代わりに入れとくか。カルメンをミオの代わりに。ミオじゃない。どの辺の代わりに入れようかな。アヤカの代わりに入れとこうか。ミホの代わりにミユキを入れましょう。リオを入れるか。まあこれでいきましょう。ユーナの代わりにエリカを入れましょう。これで試合開始です。あ、ホームなんですね。アウェイだと思ってた。アウェイって相手のチームから見たアウェイだから、こちらから見たホームなんだ。ということで、前回のアウェイの試合は空席をいくつかあったんですが、超満員ですね。これは、まあ、支持率によって客席の埋まり方が変わってくるっていうことなんですかね。おっと、うまい！が、今、足止めを食らいました。まあ、ホームということもあり、勝率は高いですが、ほぼ互角ということで、油断はできません。さあ、ここで緑が飛び出してるぞ。キーパーパンチング。逃れました。あーっと。
クーッと強い、一気に攻められている、うーっと勢いがすごいな。さあここ守りきれ、おー危ない、おっとプレスキックのうまいやつはいないのか、おっとゴール前に先制点奪われてしまいました。追いつける、取り返せ、ちょっと嫌ですね、流れが。窓か、ちょっと届き、ね、そういないが、ミオが取れない、さあ幸子が確保して窓かに、ちょっと無理があるが、さつき ラインに収まります、それを取り切って緑がラインパス、ちょっと届かないよね。さ、相手の反撃がすごい早いです、いまいち対応できてない、前半終了前に1点返したいが硬いよね守備が、おーっと一気に、さあそこ飛び込めない、エリカも頑張ってあるんですけど、緑が1対1になった、ファールですね、これ前半終了するでしょう。さあ戦術、川上をマークしましょう。さ、相手としては守りたいですよね。とこれは出てないんだ。窓か。さつきエリカだが、これはちょっと遠すぎる。選手交代ですね。そろそろリオに変えましょう。みゆきをリオにチェンジ。3位、サツキとマドカが疲れてきてますね。クラリス、ヤン。ヤンを真ん中に起用して、サヨにするか、クラリスにするか、まあ、クラリスで行きましょう。これで、交代枠を一気に使い切りました。まあ、まだ、でも交代成立してないですよね。エリカ、ナイス！さあ、エリカ、行け！決めろ！あー、なんで外すんだ！この決定力の悪さ、1対1は持ち、角度が悪いとはいえ1対1はもつれ込んだんですけどね。ボールは確保している。さあ相手はスピードが強いから、そこを隙をつきたい緑。さあここは確保できなかったぞ。ファルです。イエローカードはなかったです。さあここ気をつけろ。あーっと、ファールになるかと思った、危うかった。さあリオかな、ファールですね。おっとここカードがイエローですね。さあ緑が一気にロングで蹴ります。ちょっと蹴りすぎ、欲張りすぎたかな。おっとエリカがまた奪った、今度は決めてほしい、落ち着いて、何これ、
チャンス決められません、エリカ。1対1になってもチャンスがあるんですけどね。散々これでも辛いですね。おっと、逆に1対1をピンチ。これを決められた。ダメ押しでしょう。この辺の決定力の甘さが。響きます。矢口に渡ってしまいました、ボールが。これは厳しい。正直、エリカリフレッシュした方がいいかもしれないですね。おっと、クライス、すごい。さあ、これでコーナーキックのチャンスを得ました。1点は返してほしいですね。さあ、ここは、ネギ山。さあ、リオ、前へ一気に出す。オフサイドです。余裕ですね。余裕でオフサイドです。さあ、ここは最後の。まだ、試合終了ですね。3点目は防がれましたが、完敗です。さあ、うまく流して、センタリングしたんですが、ここはキーパー正面だった。逆に、武蔵野ホーネッツは、芋川が一気に持ってきまして、これがコーナーキックとなりますが、ここはクラバニが、その5分後、22分、先制したのは敵って、武蔵野ホーネッツでした。川上、ロングパスで、ロングパスの力って今日のゲーム大事なんですよね。ズビカに渡って先取点を決められてしまいます。これも危なかった。そしてですね、後半になって、ハップ、マドカがパスを決めて、エリカ、これはちょっと無理だったんですが、この直後、エリカ、これ1対1のチャンスですよ。ああ、決めてくれと思ったんですが、わずかに右に逸れた。緑、これはちょっと欲張ったロング。この直後なんですよね。これは決めて欲しかった。エリカ、さっきよりすごくチャンスがあったんですが、落ち着いて決められなかった。決定力は甘い。そして逆に、抜けられて矢口にやられてしまいます。チャンス、このクライスのスーパープレイ。この2人に徹底マークされながら抜けたとこはすごかったです。さあ、最後もピンチがあって、試合終了の笛です。シュート本数では枠内含めて上回ってるんですけどね。苦い敗北となってしまいました。課題を5ついただきました。さあ、これで6位のままですね。5割です、勝率は。首位は遠ざかります。ただまだ支持率は 100% ではなんですよね。この辺の愛され要素、なんかダメ夫をまだ支持する感じはしますよね。あれ、なんで確保できるんだ？ですよね。今予算が相当ない状態なんだ。あ、交渉中だからか。交渉の結果次第ではあります。フリーの鞘師、三田村、こういう時にあのキーパーが、女性キーパーが出てきたりして、ということはないですね。ちなみに女性選手は、だいぶ減ってきたでしょう、さすがに。こちらが女性選手、ほぼ独占してるんで。
本当いないですね。はい、というわけで、悔しい敗北を喫してしまいました。一周明けてイルラード欧州戦ですね。こちらもなんとか、いい試合ができればいいなとは思っております。はい、それしか言えません。はい、また次回よろしくお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。